いつもご視聴いただきありがとうございます。神田祭です。僕はですね、有機農業でサラリーマンから、農業にね、就職新規就農した、神田祭と申します。今日はですね、オクラの畑に来ております。でここ最近ですね、ちょっと見てまた分かるんですが、ちょっとこっちの手がですね、だいぶここ腫れております。ちょっと疲労骨折なのか筋がね、筋とかなんか痛めてるのかちょっとわからないんですが、もう痺れとね、あれで力が手に力が入らない状態になっております。まあ、それでもね、ちょっとね作業が追いついてなかったので2日間収穫を休んで、草刈りにね専念して、2日間で1ヘクタール分ね畑を除草してきました。で24時間のバイトを今してるので、その夜勤明けですね、今10時になります。で今日ですね、皆さんに見ていただきたいのはですね、4日間オクラを収穫しないとどういうことになるのかということで、ちょっとね、まあやったほとんどの人がねそんなほったらかすことないと思うんで、なかなかね見ることないと思いますので、ちょっとね、見てもらいたいなと思います。それではね見てもらっていいですか。はい、じゃあ4日間ね放置したオクラの畑、品種ヘルシーになります。こちらになります。すごい量のオクラがついております。もう背丈も2メーター軽く超えてね、すごく背が高くなっております。ちょっと外から見てみましょうか。こんな感じでいっぱいオクラがついてます。どれもこれもねでかすぎて硬いやろなという感じですね。さあ4日休んだので、この中からね食べれるようなオクラを選んでどんどんね収穫していきたいと思います。多分ね50キロぐらいは綺麗なのがね取れるんじゃないかなと思います。あとはでかいのはね、もう放置しようかなと思ってるんですよ。もうあと言っても1ヶ月ぐらいしかね、収穫しないので、もう残りはね、つけっぱなしにして、もう枯れるのをね、待とうかなと思います。ちょっと近くのやつ、これ特にでかいんじゃないかな。めちゃくちゃでかいですね。あ、でも柔らかいぞ、意外と。ちょっと力が入らないんですが、このサイズでもね柔らかいですね。ちょっとお腹にやって折れるかな。あ、全然柔らかいですね。これですね、超密植栽培しております。株間が15センチの人なら2、3粒巻きですね。なのでこんな大きくてもね柔らかいオクラが、できるということでですね、まあなかなかね出荷することないんですが、まあたまにね数量が少ない時は大きなオクラでも出してましたので、僕がね好きなオクラの天ぷら、それをするにはね持ってこいのサイズになります。はい、じゃあそれではね、こちらオクラ一旦の畑ですね、ちょっと上から見てみましょうか。お母さんもね今日目の手術して今日から復活してるんかな、作業しておりますが、さあこんな感じです。見えるかな、こんな感じです。さあこの畑ですね、収穫いつも2時間ぐらいはかかりますね、ここ最近。なので今日は選びながら撮るので、ちょっと3時間ぐらいお昼までですね、収穫ちょっと確保しておりますので、どんどんね頑張ってやっていきたいと思います。はい、じゃあそれでは撮っていきまーす。硬いなこれ。あ、柔らかい。このサイズでも柔らかいですね。ちょっとみんなの反応を見るためにね、ちょっとこの柔らかい大きいオクラも出していきましょうかね。さすがにこれは硬いか。
でかいと、それぐらいが一番いいけどね。1時から始めて今約5時ですね。4時間、4時間で落花生がですね、今手元に16キロありますね。なので1時間4キロの計算になるのかな。結構かかったんですが、前半ねちょっと1株あたりの収量が少なかったんで、もうほんとね1株からこのぐらいしか取れない株が20株ぐらいあって、それを引き抜くのに時間かかってですね、引き抜いて、あと土の中に残ってないかの確認ですね、それが結構時間かかりましたね。でその後は結構ね、いい株に当たって、ずっとね大きくて、おそらくパンパン入ってるだろうやつですね。大きいのもこんな感じで大きいのがいっぱいあります。でこの合計16キロ、あ、ちょっと見てもらいましょうかね。はい、こんな感じです。じゃあ1ケース8キロ入ります。なのでこれ2ケースあるので16キロぐらいですね。まあこれ B 品を弾いてやったとしても、だいたいね1割も減らないので、だいたい2キロ、1キロ2000円で販売してますので、なんぼだ16キロ、1キロ2000円なんで3万2000円か、だいたい3万2000円分の落花生がね今ここ入ってます。で 4.5 キロはねもう予約入って今日の夜届けるんですが、残りはですね、12.5 キロかな、12.5 キロですかね。それは明日直売所とスーパーカーニバルっていうとこですね、そこに置いて、販売をねしたいと思います。あら、ちょっと割れてますね、もったいないけど、これはねカラスにあげます。前回動画でですねカラスの対策で、蒔絵をしてるとねカラスがそちらに行くので、こっちにね全然被害がいかなくなりました。ただね4日間サボったんで、サボった間ねこっち蒔絵がないんで、多少ねちょっと、いたずらをねしたということが、するということが分かりました。まあそうか、それで一番最初のね、株収量が少なかったのかな。でもねずっとこっちの方に行くと一株あたりね結構収量取れましたので、よかったなと思います。はい、で新規収納したてはですね、何の野菜を売ったりか分からないという方はですね、きついけど落花生はね、おじいちゃんおばあちゃんとかも作ってる方何人かいらっしゃいます。ただねこの、作る作業もきついですし、収穫もきついし、洗う作業も袋詰めもね、あ、袋詰め簡単かな、結構ね大変なことが多いです。落花生はただ単価は高いので、1日ね1万5000ぐらい、稼ぎたかったらですね、ほぼ間違いなく落花生は1日1万5000はね売れる、売れる商材だ、売れるね、野菜だと思います。僕も去年、ここの畑、同じ畑でですね、8セブン作って、10月、11月頭ぐらいまで、1日だいたい1万5000から2万5000ぐらい、落花生だけで、売ってましたね。で、今年はですね、オクラとナスと、今、ルッコラとはいろいろありますので、そんなにね、落花生ばっかり時間使えないので、ここぞという時はですねこんなにいっぱい掘るんですが、基本的にはだいたい1ケースで終わらせます。なのでまあ 1,2 時間程度ですね。オクラが2時間ちょっとと、落花生が1時間ちょっとで、ナスとルッコラとか合わせてだいたい半日過ぎるかな、昼から始めたら夕方ちょっとね入ってしまうかなという感じの、時間配分になります。それでもですね、だいたい1日3万円ぐらい
にはなるんかな、うまくいけば。平日やったら2万ぐらいになるかもしれませんが、落花生をね、そんなに平日出してませんので、あんまりね参考の価格、参考のデータがないんですが、毎日ちゃんとね出せばしっかりね売り上げは立つと思います。でちょっとね落花生の反省点がいくつかねやってる間、分かりましたので、またね落花生来年の作付けの時にでも説明をねさせていただきたいなと思います。もしよかったらね落花生興味ある方、ぜひチャンネル登録をしておいてください。落花生もねもう4年目5年目かな、栽培して5年目になりますので、まあ、そこそこ、皆さんにね教えることはあると思いますので、よかったら過去の動画もね見ていただければなと思います。はい、ではご視聴ありがとうございました。私は YouTube だけで独学で有機農家になったサラリーマン神田祭と申します。あ、元ですね、元サラリーマン神田祭と申します。これからもどうぞよろしくお願いいたします。バイビー。気持ちいい。